はい、こんにちは、ブロックス。前回かな、ピストルコンクエストの動画を公開したんですけど、それの解説動画をちょっと作ってほしいって話だったので、以前の国際戦と同じような形で、解説を入れていこうかなと思いますね。で、これ、実際2回目なんですよ。1回目撮ったらマイクの音声入ってなかったんで、なんでちょっと負け気味で、撮るかもしれませんと。じゃあ、開始。はい、一般的なノーサバと違って、勝利を目指さないといけないので、アルファに止まることはせずにチャーリーへに向かいます。で、一番後続、一番後ろの人が基本的に残るような形で、その一人以外はもう前に出る。で、肌を取った人がまた後続になるので、位置関係から。で、2番目のブラボーの旗も取る。で、このマップにおいては US の方が若干遅いんですよ。確か RE に比べて3秒だったかな。自分の簡単な破壊方しか、簡易的な破壊方しかしてないですけど。でも、ブラボーの方に敵がいるっていうことは、扉からも入れないので、上から行くように見せかけておいて、アンダーから。で、トンネルから出るときは、後続の味方の車線と被らないように、こういうふうに頭を振って、敵の射撃を釣ると。射撃さえ釣っておけば、味方が全員死ぬことはないので。よくありがちなのが、トンネルで直線になって敵と対応しようとするプレイヤーが多いんですけど、それをすると1回の射撃で2、3人が当たって死ぬので、必ずばらける必要性がある。もう狭いところでは戦わない。相手が広い、こっちが狭いだと狭い方が不利になるのは当たり前なので、もうマップの構造からもそれは考えて、移動しないといけないわけですね。で、これ敵がいなければすぐ上に上がるべきなんですけど、ちょっと自分これなんで上に上がらなかったかわからないですね。どこでもコードを取る。で、今の格差じゃないのに言ったのは、こっちにいるよっていうのはちょっと釣ろうと思ったんですよね。そうすればデルタが落ちるまで時間稼ぐことができるので。で、ここは、止まって撃つのが精度が高くていいんですけど、後ろに味方がいたので、やはりちょっと左に移動して車線が被らないようにすると。まあ、自分別の動画で射撃って言ってますけど、同じ意味ですね。で、これ自分良くないって言ってるんですけど、これエコーに戻るっていう意味なんですよね。ちゃんと言えばよかった。これどう考えても、エコー、デルタ、チャーリーの3点以上するべきなのに、2分隊でこのデルタに行くのは良くない。これ分隊長が判断してから指示するべきだったね。だって位置関係からもある方落ちるの分かりますからね、こんなマップ見りゃ。今落ちてますけど、裏抜かれてブラボーを取れてるんだったら、取られてるんだったら、もうアルファ落ちるのはもう、地面乗り。っていうのは、後抜けたっけ、これ。で、爆発物のないサバにおいては、このタワーっていうのは結構機能するので、こういうふうに階段さえ守っておけば上に上がれない。だから周囲よりかは階段を警戒した方がいいですね。階段登られて中に入られるとかなりめんどくさいので。で、タワー周辺はちゃんとリスポーンできる人間だから、分隊員をタワーの中に置いてから今みたいに外に出るのがセオリー。で、今さっきアルファが取られて間がなかったはずなので、アルファから敵が来るのに対応する。で、ここでは後ろに行くと敵が旗に入るかもわからないので、アルファよりアルファの前出しってやつですね。で、今アウトサイドに1枚いたので1人入ってくるはず。で、これがおそらくアウトサイドに出とったやつで、敵がファイヤーからの、暖房、ファイヤーからの暖房なので、分隊脇をしないようにちゃんとキルする必要性がある。キルした。で、今アルファ、ブラボー、チャーリーの3点取れているので、早くチャーリーに向かって3点を取ると。で、ここタワーは熱くは守らないといけないんですけど、タワーの中に人が敵が入ってしまったので、タワーをまず取りに行きますと。で、登ろうとするやつはちゃんと登る前に凶器を止めておかないと、入ってからだと狭いので難しい。で、自分が旗に入ってこういうふうにキルをしてるんだから、分隊員はついてきてタワーを取らないといけない。一番優先すべきはタワーに登ることで、今の状況だとね。で、今、なぜか階段を見てなかったのもちょっといけないですね、分隊員。分隊員通過の近くにいた人。分隊員に関わらずね。
で、タワー確保されたんでも取れない。だからアウトサイド抜けないといけないですね。で、ここで時間かけたら死ぬので、さっさとここの階段を登りたかったんですけど、窓で、身長が引っかかって、時間を食ってしまったので、まあ、こういうふうに死ぬと。だから、もししゃがみジャンプができるんだったら、ジャンプ中しゃがんでから、人物オブジェクトをちっちゃくした方がいいですね。で、この状況だと、エコーがアウトサイドに行ってるので、ここのブラボーを時間稼ぎしつつ、自分はエコーを脇で、エコーを出るとチャーリーの3点を取りたい。で、今のあの分単位の攻め方なんですけど、ブラボーを取るときって敵こっちのブラボーの壁に寄ってるんですよね。壁に寄ってるんだから、ここファイヤー通ってこっちから行けばいいものを、みんなが同じ方向から行くので一回にキルされてるっていう。ちょっと今コーヒー飲んでます。で、これ出ない方がいいっていうのは、敵よりも先にこの辺りまで行ければ、まあ、ほぼ対等なんですけど、ここで戦うぐらいだったら、もうゲートで一旦引きずって戦って、ゲートが崩れたら上に登った方がいいですね。だから今、押すなって言った人は正解。明らかに不利な場所に行くのは、もう野沢の普通のプレイヤーだけで十分なんで、こういうイベント戦にちゃんと参加できる人は有利な位置で戦ってほしいですね。で、こんなにエコーに固まっても仕方がないので、こういうふうにちゃんと判断していってる人はいいかな。で、他の分隊の人っていうのは今アルファにいる人数ね。デルタの人、デルタに敵が5、6人いるので、これ16人サボだったかな。なので10人ぐらい。で、今映ったの以外にもおそらく10人ぐらいいるので、おそらくこっちのアルファの方には5人ぐらいしかいないはずなんだよね、この形だと。ね、今アロハ攻めれてるでしょ。で、ちょっとこれは良くないですね、自分たち。これエコーのリを使って守るのはいいんですけど、2分隊が上に登って守る必要性はなかった。トップに1分隊を置いて、もう1分隊をステアじゃない、フロアから攻めらせた方が良かったですね。で、今の逃げ方からして敵が少ないというのは分かるので詰めておく。で、自分がエコーから離れたので、エコーの防衛を他の分隊に任せて、自分はデルタに向かう。で、ここから、デルタを攻めていくと。で、制圧の時に必ず必要なのは、旗の中で戦うこと。で、今みたいに旗から出てしまうと、中立にできる時間っていうのが遅くなって、敵の供給が増えてしまう可能性があるので、もう必ず敵の陣地で戦う時はもう旗の中で。で、旗から出ていい可能性があるとすれば、敵の数があまりにも多い時、もう逃げなきゃいけない時だとか、あとはもう5人以上、差し引き5人以上いる場合には、旗の制圧速度って上がらないので、それだったら出てもいい。でも今の5人以上、絶対自分の分隊5人以上で組むことできないんで、出たのはまずかった。で、これはデルタの、この形はあれですね。デルタをガン守りしても敵の人数が多そうだったので、デルタで時間を稼いで、チャーリーからの人間をデルタに釣っておいてからの、自分がチャーリーからの、あ、違う、アウトサイドからのチャーリー攻め。で、チャーリーステア攻めやるなって毎回言ってるんですけど、明らかに敵の数が薄い時だったらありえる、ありです。ただ、ステアズでは絶対立ち止まらないことですね。で、これ今自分が、レーザーサイトついてるんで、重心下に下げて、さらにこの壁の、この部分で体を隠していたんですけど、分隊員が敵を見つけてすぐ撃っちゃったんですよね。で、これ今自分の分隊3人脇待ち状態なので、これが出るのを待たなきゃいけなかったんですよ。ただ撃ってしまったので、もう敵がこっちを認識したので、もう時間との勝負ですね。本当は5人集めていきたかったんですよね。だから敵を見つけて撃つのはやめてほしいかな。状況を読んでほしいかな。
今のは分台脇待ちだったので。で、さっきと同じ形ですね。で、タワーを確保したら階段を守る。で、自分がちょっと階段係。もう階段は必ず1人か2人で見た方がいいですね。もうじゃあタワーで優先すべきはこの階段。階段かスロープか分からんですけど。で、ある程度片付いてきたら、ちゃんと分担員をここにリスポンポイントとして置いておいてから、外に出ると。これまさかここにいるとは思わなかったんですよね、スポットにも映ってなかったので。ただ、味方が一応、上をちゃんと取ってる状態なので、対応できた。で、これ悪い人になってくると、なぜか下に降りたりするので。で、この形なんですけど、これ、ブラボーを取りに行こうとしたらダメですね。ブラボー取りに行ったら、エコー、デルタ、チャーリーの3点、逆3点かまされるんで、ここで行くべきはデルタ。ちょっと見る人もデルタがいいです。で、もし、押しておけば死んでもチャーリーから出れるので、この状況では押すべき。で、これ、チャーリーが今下がってるんですよ。で、この C の扉、で、D 扉か、D の扉を自分たちが守っているのにチャーリーが下がってるってことは、アンダーから行かれた。で、アンダーから行かれた人数がわからないんで、もうデルタとエコーを取った方がいいですね。で、エコーデルタアルファの3点かな。うまくいけば4点いけるかも。で、今ここで2点。で、今から3点になる。アルファブラボー、デルタの3点ですね。で、ここからエコーを入れて4点いきたいんですけど、敵もやっぱり数が多いので、4点を維持することはおそらくできない。デルタの人数がちょっと多いみたいなんですよ。今ちょっと見えないですけど。で、ここ3人、ここに3人。残り9人どこだ ?9 じゃないか、10人か。まあ、16人かとか定かじゃないですけど。で、エコーを防衛しつつ分担員をちょっと振ると。で、ストレートから、エコーのフロア入ってくるやつをちょっとトップで処理すると。で、アジサイドも2名、3名。で、今、エコーがかなり攻められている状態なので、チャーリーも取りやすい。で、ここにトップを取っておけば、トップを取っておけば、こういうふうに敵からは入れない。特に、ここの外から中っていうのは、なんかちょっと暗くなってて見えにくいんで、なんか有利なんですよ。だからやっぱりトップを取っておけば、アウトサイドも対応できる、クランクも対応できる、あとは下からちょろちょろしょる、フロアちょろちょろしょる、敵とも対応できると。で、こっちに敵が人数を振りすぎたので、チャーリーも取れてる。で、味方がちゃんとデルタ攻めてる。で、ここからするべきは、チャーリーの人がブラボーに戻って、両サイ、エコーサイドとブラボーサイド守らないといけないんですけど、ちょうど今、自分も言いましたね。こういう一直線のマップにおいては、両サイドも守ればいいので。で、今、デルタにも取った人もエコーに来る必要性がないので、ブラボーを押し、アルファ。で、今ちょっと自分のミスだね。ブラボーで止まる必要性はないわ。で、この人今この位置にいるんだったら、中階段を見なきゃいけないんですよね。で、今中階段が敵が来て、
ったってことは、この人とクランカなんか見てたと思うんですけど、まず集中すべきはこの中階段。で、中階段からの視界を、ちょっと意識を持っていってクランクを見るのが正解。中階段が一番重要。ここの位置の人はね。だってクランクこっちが見てるんで、今。自分がいた方が。で、今、エコーに結構人数が来てるので、ここから、展開を考えないといけないんですけど、はい、この状況。デルタが取られてるんだから、ここの人数、分隊員はチャーリーから分けてデルタに攻めるべき。こんなブラボーばっかり攻めてると、エコー、デルタ、チャーリー取られるんで。これ、分隊分割してアルファの行くのとチャーリー行くのだろう、それ。みんなでアルファ行ったらまずいよ、それ。チャーリー落ちるしも、落ちる。で、ちょっと今、そういう判断ができなかったので、チャーリーが光ってるっていうね。はい、エコー行くよ、一番舞台。1だね。アウトサイド2来る、来ない。で、安定のトップ。で、ここからアルファ、ブラボー、エコーの3点にかみ合わせたいところ。敵の動きがこれショートかな？クランクか。南のフロアに1。バンビさんいる。で、この位置が南のフロアですね。フロアが下のこと。バンビさんのフロアいる。で、自分この攻撃方法はちょっと良くなかったかな。13秒経ってないのにあんな攻撃しようって、頭打たれたら。蘇生できなくなってしまう。で、今寄ったのって聞こえるかな。マッピー開け。はい、今ちょっと指摘してたんですけど、アルファの方に敵がいないにもかかわらず、この5人ぐらい固まってたんですよ。で、分隊長の人はもう1人か2人ここに置いて、先に進むことを指示するべき。で、ここの今、ロングを走ってる人はいい判断。敵がもしいた場合に、キルするか、もしくは死んだとしても敵の、存在がわかるので。バグってる。で、今3点取れてる状態で敵が今どこに圧が多いかわからない。おそらくこの B 壁に今敵が多いとは思うんですけど、今見えてるのが6人ぐらいなので、残り10人か10人がどっかにいるはず。で、エコーにも詰めてくる人がいないってことは、ちょっとデルタまで様子見に行かせる。2人ね。で、今一人でチャーリー下がってるってことは、主力がおそらくデルタ。で、このデルタとチャーリー、どの状態か、どっちに敵が来るかっていうと、まあ、この状態でまだ下がり続けてるってことは、エコーに来るので、エコーを守りをしないといけないんですね。でも、どちらにせよ、これ人数おかしいんですよ。これ、はた下がってるの、これ2名、1名。で、隊を分割してっていうのは、チャーリーのちょっと防衛を放棄して、デルタとブラボーを取りに行くんですね。もし両方取れたら、防衛戦2本ですし、もしブラボーが取れなくても、エコー、デルタ、チャーリーですし。これ、どちらかっていうと、デルタの方を厚くするべきでしたね。今ちょっとブラボー厚いですけど。で、もう一分隊はチャーリー守るのがいいかな。デルタの人死んだら。デルタ多くないそれ。ブラボーとチャーリーで守った方がいいかも。そう、取れてるからチャーリー守り。で、誰だ？もみめさん、もしちょっと敵。で、ここの守り方なんですけど、ブラボーのラインとチャーリーのラインで守っておけばいい。エコーはもう自分ら守ってますし。結構多いよったら教えて。来るのが。で、このデルタの扉から出るとちょっと対等になっちゃうんで、守ることを考えたらこのデルタ扉で待った方がいい。で、ここの分隊員のやり方としては、今、敵が見えたから、応戦せずに下がったのは正解ですね。下がったことによって、ここのデルタの防衛がこっちにエコー側に連れて、チャーリーからの味方が攻めやすくなっているので、これは正解。今、L 字にいるのが戻った。戻ったわ、ごめん。
で、スポットされとったんか報告があったんかわからないんですけど、このデルタが光る前にちょっとこの人たち戻ったみたいなんですよ。で、もしこの人たちが気づいてなかったら、ここのライン、デルタとエコーの中間地点を敵が越えてから、ここの旗を光らせれば、敵ってめんどくさがって戻ってこないので、旗を光らせるタイミングも考えた方がいいですね。中間地点よりも、早く光らせたらデルタに戻ってくる。中間地点よりも遅く、光らせるとエコの方に来るっていう流れ。今は鳴らす前に敵が気づいたので、音かもしくは目視で見たか。全然エコ来ないわ。でもう一分隊ブラボのままでいいですよ。そこで今主力がデルタ、敵の主力がデルタ。はい。で、今、一人入った状態で光り始めたので、敵はこの旗の発生ラインに存在しないっていうことですね。ちょっとこの人が微妙なライン。おそらく入ってないんじゃないかなと思うんですよ。で、もし入っていったら敵の数は2枚以上。ですね。で、デルタもう1分台前出していいよ。真っ白じゃなくて、B サイチ。で、ここなんですけど、今、結構な人数で上げてるので、チャーリー守りでもいいですね。敵が、味方が、ブラボーの味方はここ見てないんで、ゲート越えてくるかもしれない。で、この人たちが、この人が、今の動き、目線がちょっとおかしかったんですよ。こっちばっかり見るんじゃなくて、他の方を見てたんで、分隊脇町かって今言ってますね。で、3点で。あ、死んだ。で、今のうちの分隊から分かれてると、チャーリーでいいですよ、チャーリーで。戻らないで、チャーリー。はい、で、ここからなんですけど、この、ブラボーの扉かを越えるときに、視線側のまっすぐのままだったら、トンネル。で、ちょっと左や右に触れるだったら、上っていうことなので、マップを見てから上か下か判断しましょうね。はい、で、ここでの守り方。今、チャーリーの人数が5、6、7人ぐらい見えたかな。なので、もうこの人たちは攻めちゃまずい。形としてはもうこの D トビ守りで、エコーデルタアルファにするのが最善。お、で、今ちょっと、あれだな、アンダーから行った人がいたな。この分隊に。アンダーじゃない、ベースか。で、ベースからは今行ったのは良くなかったですけど、ちゃんと敵がいないことを確認したら、分隊員を前に出してるのはいいこと。これは評価できると思います。で、ここから流れなんですけど、今デルタが光ってる状態っていうか敵は何人かいる。で、この二人は、ちょっと戻る。戻ることによってチャーリーから敵が押してくる。で、チャーリーが空になったらステアから攻めるっていう流れですね。で、これ人数多いので、デルタに構っても仕方がないんですよ。だからこうやってチャーリーから守っ、ん？アウトサイド登ってチャーリー、ステアチャーリー行ってくださいっていう流れ。特にこの位置って、入る方向は一つなのに、敵が見る方向、てか、ここから入っていったら、正面、左右見ないといけないので、ちょっと不利なんですよね。で、ブラボーの人数が4人ぐらいいるのかな？ 4 人ぐらいで4人ぐらいここにいるので、こんだけ人数味方がいるんだったら、ここで死んだ、ブラボーで死んだ人は、エコー脇からエコーデルタ、チャーリーの3点固めの方が良かったかも。で、ここ、デルタには今人がいない。なぜかっていうと、1人が入った時点で光ったから。で、安全性を取るなら、ここから1人2人持ってきたい。
今動画の中の自分はもうこれデルタ取れるっていう判断をしたみたいで、チャーリーの人はブラボー行けって言ってますけど、うちの分隊員デルタ取ったら戻ってきてもらっていいって言うか、アウトサイド6枚はい、持ったらないこれで、敵の主力はどこにいるか分からなかったんですけど、エコの方に連れ取ったみたいですね。で、ここからの流れは、敵側の たくさんの人数で旗を取りました。次、デルタに向かってきます。で、敵の心理的にたくさん人数がいたので、最短距離で来ようとするんですよ。なので、ここの流れは、自分だったら、こっちかな。テーブル経由のトップ行こう。を選ぶんだけど、なぜかアルファから湧いた。あ、これはデルタが取れてる間、取れてる間に、チャーリー、ブラボー、アルファを取ろうっていう魂胆ですね。これデルタ敵に取られたらこんなことしちゃいけんですけど、デルタが取られるまでは敵チャーリー来ないんで、若干の時間の余裕があると。そのうちに、本陣含めてブラボーまで上げとって、防衛線をこのチャーリー1枚にしたい。防衛のラインをね。で、分隊が、ここに来てくれたので、旗の制圧を他の分隊に任せて、自分たちは前だし、で、チャーリー守りたい。で、ブラボーの人はチャーリー。で、3点。そう、チャーリー、で、敵は今デルタ落としてる。デルタが上がりきるまでは来ない。と思ったらもうチャーリーいる。で、チャーリー、このいる状態だと、はい、敵の敵がもう大多数でおそらくこれ取ってるんですけど、にもかかわらずステアでここ行ってる人がいる。この人はもうエコーに行った方がいい。もうステア、敵がいる時にステアから攻めるのは無意味。かつチケットの無駄。で、アウトサイド。今アウトサイドで敵とぶつかったので、引くのは正解なんですけど、ここの位置って頂点よりも下がってるところなので、できれば高度を取って戦った方がいいですね。何かしら分隊脇とか何か意味があったのかわからないですけど、なるべくはその一番高度を取れるで戦った方がいい。だってもうここ敵の方が上なので、マップ開かんかな。そうそう、ここ守るんだったらもう頂点のここで守る。もしくはこの前で守る。こっちに引いてしまったら敵の方が高度が上になるので、3対3でも実質4対3とか5対3とか敵の方が有利になるので、もう高いところを取るのは当たり前。で、この人、おそらくアンダーから抜けてステア上りで、ここに出てきたんですけど、敵が、3人も4人もおる状態で1人で戦う意味がちょっとわかるんですね。それだったら、ステアから登って、ここ、アウトサイドに出て敵の後ろを取って他の分隊の援護をした方がまだいい。で、なんで多人数と戦っても意味がないかっていうと、多人数のうち1人や2人キルしても蘇生されるんで、もう死に損なんですよね。これまずいな、どうしよう。1番突っ込むわ。左に右3。で、左2どころじゃないですね、これ。左2どころじゃないな。分隊員 B 扉。で、分隊員を B の扉に入りつかせておいて、自分はアウトサイドの援護。あ、で、ここ。で、ちょっと戻ろうかな。戻れるか。はい、ここ。違う、ここ。敵がアンダーから、ファイヤーに向かって右に行きました。で、普通、大多数の人って、この右の人間をすぐ狙い始めると思うんですけど、マップにここ今映ってないので、左から来てる可能性があるんですよ。で、すぐに右を向いて殺そうとすると、左から背中を撃たれることがあるので、まずは左の確認後、そこから右に向く。で、こういうことをしないと、デスが増えるだけなので、相手が気づいてない状況においては、まず安全を確保してからの射撃。っていうのを、ちょっと心がけましょう。こういう小さいことができるようになってくると、デスは減ります。他の人、ビートビー防衛をお願い。アウトサイド出てない人。上。で、今アウトサイドの人、エコー。今アウトサイドの人、エコーっていうのは、先行してる人がエコーですよってこと。
で、ここからかな、10月の21日の記事で書いたんですけど、はい、ここ。ほぼ、こちらの方が先行した部隊の方が早いんですよ。この敵よりも。で、今ビートビで飛べ、あ、ビートビじゃない、ビーモンで止まってしまったんですけど、ここは、多少犠牲を払ってでも、こっちの方、先の方に向かうべき。で、この人賢いですね、この人。賢い。全滅した、アルファ部隊が全滅しても、アルファというか、先行部隊が全滅しても、この人から分けるので、この人すげえ賢いですね。誰かわからんですけど。で、この分隊員たちが、その B の手前で止まってしまったので、敵から見て、自分たちの分隊と、あとこの分隊がもう一直線に並んでしまうんですよ。そうすると、本来、2分隊いて、数の利が活かせるものが、同じ方向にいるがために、1分隊と変わらなくなってし、1分隊と変わらなくなってしまうので、ここでの、まともな動きがあるとすれば、多少犠牲を払ってでも前に出る。さっき言いましたけど。はい。で、ここで例えば、前に出ておけば、この敵が、先行した方を向くはずなんですよ。ね。先行した方を向くはずなので、自分たち、ボルクス分隊は敵の背中を取れる。で、取れたはずなんですけど、そういうふうに手前で止まってしまったので、全滅しかける。てか、全滅したんじゃなかったかな、これ。同じ方向にいたらそれ当たる。だって、こっちからあっちは、1対1ですけど、あっちからこっち打つときは、その同じ方に重なってると、2人が当たったら3人が当たったりするので、不利になる。避けましょうという話。まあ、これは10月21日の記事見てもらったら分かると思います。で、アルファ分隊の人が残ってたので、ちゃんとエコーから分けましたね。残ってたっていうか、裏取りをしてくれた人のおかげ。で、敵がもうほとんど少ないので、もうさっさとフロアに降りて、エコーを出ると、エコーを出るとアルファの3点にしたい。で、何が何でも旗の中で戦う。もう BF は旗を取るゲーム、キルするゲームじゃないんでね。何回も言うけど。あれ、この動画1回目かな？まあ、今までの動画で何回も言ってますけど。キルしたいなら他のゲーム行った方がいいですね。で、ここ。アウトサイドに敵がいる状態なので、できればこれ殺さない方がいいですね。なぜかっていうと、これデルタ上げたらすぐチャーリー行きたいんですけど、ここの殺すとチャーリーから増えるんで、で、BF はその復活するからこそ考えることが多いんですよ。普通のゲームだったらキルしたらもう終わりじゃないですか。そうすると、殺した人数も考えなくてよくなるんで。でも BF は11.33秒後に戻ってくるので、それをどうやって戻ってくるかとか、そのあたりまで考えないといけない。で、味方側の先行して、先行とか、後ろから支援してくれたので、自分たちが前に出て、できれば5点、欲張りですけど、5点取りたい。で、敵まずいわ、これっていうのは、アルファにちょっと人割きすぎなんですね、これ。で、これ、畑中で戦ってない人はこれ。で、これ、後に分かるんですけど、リッキーさんです。リッキーさん、気をつけてね。で、今の状態だと、分隊員が湧く可能性、敵の分隊が湧く可能性があるので、まあ、すぐに殺さなくてもよかったかもわからんですね、ブラボー。で、敵がロング抜け、箱横の抜け、で、そこから、キッチンブラボーもしくは、ファイヤー、これファイヤーだったっけな。うん、ファイヤー、ダンボー、ブラボーに行こうとしたんですけど、自分がちょっとマップ見てたので、人いるのは確実。で、アンダーに逃げようとしている。で、これ、チャーリーのタワーですね、倒壊後のタワーの上に敵がいるので、ちょっとこれ攻められない状態。ただし、今4点取れてるんですよ。
れる。なので、マップ開くかな。でもこれ正直すごい理想的な形なんですよね。はい。で、なぜかっていうと、他の分隊があのこっちのデルタの扉から入ろうとしている、自分たちはブラボー扉から攻めようとしている。そうすると挟めるんですよね、敵を。だってブラボーの方敵が向いたらデルタから攻めればいいですし、デルタの方敵が向いてるんだったら自分たちが攻めればいいので。ただあんまり攻めすぎても敵が散開してしまうので、まあ、こういう風に固めておくのが一番いいかな。で、中に入ったらそのリスポンとかからわらわら出て自分たちが不利になるので、もうここに4点取る時だったらもう扉をに敵を集中させて、同時にぐらいで、敵の数が減らせたら中に入るっていう形でいいと思います。無理する必要がない。今挟んどけいい、挟んどけ、あっち系やられてるし、もう敵これ本当はもう本人からわ、まあ、本人からわけだ。そうですね、うん、で、これ普通のマップ、普通だったらこのチャーリーから湧いても敵意味ないので、本陣から湧い、本陣でかエコーから湧くべきなんですけど、エコーが自分たちが取ってる上に防衛の分隊がいるので、もう敵これ罪ですね。湧いてもエコー守りいるからね。あ、いるんですかね。いるいる、エコーいるいる。もうこれ自分がやられたらもう泣くぐらいの守り方ですね。で、普通のサバだったらこういう分隊員も全員この扉に入りついて挟んで、エコー取られてデルタ取られてってことになるんですけど、エコーの守りにあるのがもうものすごいいい感じ、形、いい形。で、今旗が下がってるっていうことは敵が少なくなってきてるってことですね。プラス今自分のいけないところは13秒経つ前に敵の前に出てしまった。蘇生から13秒経つ前に出ると蘇生ができなくなる。転がった瞬間にもうチケのデスが増加して蘇生できなくなるので。これあれかな、バトルフィード3で、ペッタンペッタンその蘇生する餅つきですね。が流行ってたんですけど、その対策でしょう。蘇生されて一定時間は蘇生できなくなってる。BF4 から。まあ、これが改善か解約かはちょっとわからないですけど、まあ、個人的に解約ですけどね。でもこれエコーはもうエコーガン守りで、これ危なかったらチャーリーに行くぐらいの勢い、3点維持できているので、ほっとけばもう勝手に地形の減少で敵が死ぬ。で、このデルタにいる人は敵が来ないデルタ守っても仕方がないので、エコーからエコー防衛ラインと、チャーリーのこのラインを取りたいところで、チャーリーは前出しとけば、もし死んでもチャーリーからまた開けるので、なるべく前に出しときたい。で、デルタに来ない理由としては、もしデルタ水門としたら敵って上から湧いてこうやって外から行くしかないんですよ。もしくはまあこっち下から湧いてこういう方法もありますけど、少なくともエコーをスルーしていくっていうのは結構の時間的なロスがあるので、取りたくないはずなんですね、敵が。だからデルタには来ない、まあ、正確には来ないっていうよりは来る可能性が少ないとか、来るには非効率とかって話になりますけどね。可能性はゼロではないけれども、意味が薄い。で、敵が薄いっていうことは、敵が厚いっていうことは、ここで戦ってもすぐに壊れるので、ここに細いところをちょっと自分たちで確保して守る。で、本来は本陣分けするべきじゃないんですけど、ここに10人ぐらいいて、もうどうしようもないので、アルファやブラボーはおそらく敵がいないんですね。で、アルファさえ取っておけば、もしチャーリーが押しても、エコー、デルタ、アルファの3点。まあちょっと今デルタ下がってますけどね。どういうふうに3点取っていくかっていうのがビーフィーダー重要なんで、まあ、3点、うん、過半数以上ですね。で、今、主力はチャーリー。で、このチャーリーのこのスチャーの人がちょっと意味ないので、どうやって振るかなんですけど、ここの状況だったら、まあ、ここにも敵がいるので、ブラボーに行ってもよかったかも。でも、ブラボー行ったら行ったで、坂から、ファイヤー入らないと、
ちょっとこれ止めようか。はい。ここの今、ステアにいた人なんですけど、チャーリーもたくさんいたので、チャーリーに入る手はない。で、デルタ2号にも、デルタのこの B モンのところに敵がいるので、その手もない。そして、ブラボー行ったら行ったで、と同じ方向になるので、もしこの人たちが生きる方があるとすれば、ブラボーには行くんだけれども、ファイアから入ってのこっちダンボ。で、ダンボから自分の、このボルクス分隊と挟むっていうのが最善。だったかな。まあ、ちょっとあまりにも敵の人数が多いので、もうこれ他の分隊に任せてか、他の分隊に頑張ってほしいですね。これデルタの人間とか。で、エコーデルタの取ってアルファを守りで3点。で、自分たち今ここいますけど、ブラボー攻めるつもりはないんですよね、これ。で、デルタの人取ったら押してお願いします。で、もしブラボーの人間が、こっちに詰めてきたら、アルファに下がってゲートで守る。で、ゲートで守りが崩れそうになったらトップに戻る。で、トップでもう崩れたら別のところから湧く。というところまでが、一連のフロー。で、全体マップを見てない敵は、チャーリーを取られていることに気づいてない。で、旗の制圧の降りる速度から、敵の人数を確かめる。で、今自分1枚って言ってましたけど、これ、うん。あの途中から速度が上がったので2、3枚いた。あのマップにもちゃんと映ってる。で、自分たちはここで時間稼ぎをする。ただ敵もちょっと学習したのか、ブラボーにいた人数をちょっと振ったみたいですね。さっきより なんかちょっと少ない印象ですね、これ。もしかしたら釣られてることに気づいたのかも。で、これ、チャーリー上がってないとか言ってますけど、これ、デルタが上がってないですね。で、デルタ3人以上いるですね。で、これは、もう、アルファからブラボーって攻めにくいので、それだったら、エコーが脇のデルタの方がいいだろうっていう判断。ここだったらまだ対等。アルファからブラボーはブラボーが有利になる。で、ちょっとこれ蘇生が来ないのが意味がわからない。ちょっと戦闘にしだったのかもしれない。で、デルタの人数は結構多かったのでブラボーの方にスイッチ。で、今、デルタに敵が集中してて、デルタの方に向かってるはず、デルタからエコーに向かってるはずなので、今押すっていうところですね。今押そうっていう判断。で、チケットがいつの間にかゼロになってる。で、このラウンドは勝利と。で、今回は、エコーの防衛分隊が頑張ってくれたので、チケットの減りが早かった。っていう中ですね。だからもう有利な場所を確保したら、特に敵の本陣寄りの拠点って結構というか、一番重要？まあ、このロッカーにおいてはね、チャーリーの次に重要になりそうなので、エコーまで取れたら、もうトップ守って敵の供給を止める。で、もし本陣の方にはめられそうになってもエコーから分けるっていう選択肢が使えるので、なおさらいいですね。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。